皆様こんにちは。朝日うららチャンネルへようこそ。皆様は一度は思ったことありませんか？自身の技マシンたくさん欲しいなーって。ドジョッチがレアめなポケモンだから、集めるのにとても苦労するぜ。ということで今回の企画は、ドジョッチの免疫を、999個、集めていこうと思います。ではスタート。ドジョッチはここの池に生息しているので、地面遭遇パワーをつけてドジョッチを、いっぱい飼っていこうと思ったんですけど、見ての通りどうも湧きやすくなっていて、かなり集めるのに苦労しそうね。他の生息地のドジョッチのところに行っても、漏れなく銅がついてくるぜ。まあ気長にやっていくしかないわね。こんな風に見つけるのも苦労するのですが、これを初めて30分くらいで気づいてしまったんだ。何を？大量発生狙った方が早くね。ってことに、あ。ということで朝日うららチャンネルの、大量発生厳選講座。いえいえ。大量発生を狙う重要な手順。1、狙いたいポケモンのタイプの遭遇パワーをつける。2、狙いたいポケモンの生息地近くに行く。3、その場で狙うポケモンが出るまで日付変更を繰り返す。です。遭遇パワーに関してはレストラン一覧の動画を見るなり、検索して調べるなり二宮和なりしてください。ということでナマズさんが出てきたので早速やっていこう。せっかくなので、まずは落とし物パワーレベル2をつけて、落とし物を落とす量を底上げしよう。もうご飯落ちてて草。あとはひたすらレッツゴーで倒し続けるわ。ということでかなり余裕で、999個集めることに成功したぞ。おめでとう。大量発生3回分くらいですぐ集まったので、動画にするほどではなかったね。まあ知らなかった人もいるだろうし、そういう人は参考にしてもらったら嬉しいぜ。大量発生1回で300個近く入手できるので、1回くらいはしておくことをおすすめしたいね。厳選から大量発生がだいたい30部かかるとすると、999個集めるのは多くて90分くらいだな。次はこの方法を活かしてもう1段階レベルアップした企画をしようと思います。楽しみにしてます。ご視聴ありがとうございました。